その日の夜、仕事から帰ってきた夫はいきなり離婚してくれと言ってきた。私は、いいよ、はい、離婚届と言い、引き出しから取り出した離婚届をテーブルに置いた。え？夫がポカンとした顔で私を見る。え？私もポカンとした顔で夫を見る。これは？え？離婚するんじゃないの？私の名前はかなえ、27歳の会社員。夫のコウタと出会ったのは仕事がきっかけで、私が担当している取引先で夫は働いていた。私たちは一緒に仕事をしていくうちに仲が深まり、気づけば交際がスタート。そして3年後に結婚。現在では結婚して半年ほどの新婚だ。夫は基本的におとなしく静かなタイプで、私が何をしても口を出してこない。そのため私は趣味に没頭できたし、友達と飲みに行くのも別に許可はいらない。だが一つだけお願いされたのは、結婚をしたら家庭に入ってほしいことだった。自分が家事を全くできないから私に任せたいとのことだった。私は特に今の仕事を絶対続けたいと思っていたわけでもなかったし、寿退社というのも経験してみたかったので、夫の頼みを承諾。それからは専業主婦として家事に集中した。毎日朝食にお昼のお弁当に夕食とちゃんと作り、メニューもなるべくマンネリ化しないように、いろんなレシピを調べながら作った。夫は私の料理に満足してくれていて、毎日本当に助かるよと言ってくれて、良好な夫婦生活を送っていた。だがそんな中、一つだけ問題が。それは義母の存在だ。義母は最初こそ優しく接してくれていたのだが、だんだんと本性を表し始めたのか、嫁いびりをしてくるようになった。しかも日中にアポなしで私たちの家にやってくるのだ。夫はもちろん仕事でいないので、私が対応するしかない。義母は掃除がなってないとか、料理についても味が薄いとか、好き勝手言い放題。私が、コウタさんは満足してくれて感謝もしてくれてるのですが、と言い返すと、呆れてるのよ、言っても無駄だと思われてるの、それくらい気づきなさい、と謎の理論を展開。夫はそういうふうに思っていながら、褒めるほど器用な人ではないと思うんだが、義母にとっては自慢の息子らしい。何でも常に成績優秀で、有名な国公立大学出身なので、母親として本当に可愛い息子だったそうだ。だからこんな風に過保護かとも言えるくらい頻繁に来ては、私にあれこれ指示をして夫の顔を見てから帰るのか。正直勘弁してほしいのだが、義母が最も面倒だったのは、孫はまだかとしつこく聞いてくることだった。自分の自慢の息子が結婚したのだから、早く優秀な孫を見たいということなのだろう。義母は顔を合わせるたびに、孫はまだか、いつになったら妊娠するんだなどと私にプレッシャーをかけてきた。だがこれについては正直期待に応えられない。実は夫は子供が好きじゃない。自分の子供も別にいらないと思っているそうだ。私もものすごく子供が欲しいと思っていたわけではなかったので、夫の意見に同意していた。だが義母から毎日のように子供を早く産めと言われるので、私は仕方なく夫に相談。夫は面倒くさそうにしていたが、自分の母親からの要望となると無下にもできないので、子作りに協力してくれた。しかし子作りを頑張っても、私たちはなかなか子供ができなかった。私の個人的な感覚としては、義母からのプレッシャーがストレスになっていたと思うのだが、義母はそんな自覚などなく、どんどん私を追い詰めた。あなた女として欠陥があるんじゃないの、この馬爪が。私は耐えきれずに夫に相談。夫は、俺ももう子作りに時間と労力を割かれるのは疲れたと言い、義母にも子供はいらないから口を出してこないでくれと言ってくれた。義母は自分の息子から面と向かってそんなことを言われ、相当ショックだったようだ。それからは一切私たちの家に来ることはなくなった。義母のストレスから解放された私は、これでやっと平和が訪れると思った。しかしここで新たな問題が発生。今度はなんだか夫の様子がおかしいのだ。普段から無口なのだが、最近はさらに無口。私が話しかけても、うんとかああとか、二文字程度の返事しかしてこない。かと思ったら、最近飲み会に行き過ぎじゃないのかと
私の行動にケチをつけるようにもなった。そしてだんだんとモラハラ発言もするようになった。またその趣味か。本当に暇人だなお前は。いいよな専業主婦は、ストレスなくて。私はあまりにもモラハラ発言がひどいので、ある時つい言い返してしまった。なんでそんなに突っかかってくるの。すると夫は顔を真っ赤にしてブチ切れた。ああ、何口答えしてんだよ。誰のおかげで飯が食えてると思ってるんだ。そう言って最近では壁をダンと蹴ったり、私には当てないが物を投げたりする始末。こんな風にヒステリーを起こしてきたことは今までなかったので、私も戸惑ってしまった。だがそれ以上夫は何もしては来ず、家を飛び出していった。翌朝、夫は居間のソファーで寝ていた。どうやら深夜に家には戻ってきていたようだ。夫は起きてきて私の姿を見かけても相変わらずの無口状態。無言のまま自分でトーストを食べていた。下手に話しかけたらまた怒って暴れそうで、私は話しかけられず、そのまま夫が仕事に行くのは黙って見送った。するとその日の夜、仕事から帰ってきた夫はいきなり離婚してくれと言ってきた。もうお前とはやっていけない。私に冷たくそんな言葉を吐き捨てる夫。私はいいよ、はい、離婚届と言い、引き出しから取り出した離婚届をテーブルに置いた。え？夫がポカンとした顔で私を見る。え？私もポカンとした顔で夫を見る。これは？え？離婚するんじゃないの？え？どうやら夫の予想していた展開とは違うようだ。夫としては離婚を切り出せば私が泣いて謝って関係を修復したいと言い出すと思ったのだろう。だがそんな都合のいい話があってたまるものか。夫が昨日物に当たった時点でこの夫婦生活は終わりを迎えたのだ。私は壁を蹴ったり物を投げた夫を見て、一気に夫への愛が冷めた。目が覚めたと言ってもいいくらいだ。今朝夫が会社に行くのを見送った後、私はすぐに離婚届を取りに行った。そして自分の箇所を記入し、引き出しにしまっておいたのだ。荷物をまとめたら離婚届を置いてさっさと出て行こうと思っていたのだが、まさか夫の方から離婚を切り出してくれるとは好都合だ。ほ、本気か。え、あなたは冗談で離婚なんか口に出したの。いやそんなわけないだろ。私はあえて夫を挑発した。つい最近分かったことだが、どうやら夫はちょっとでも自分がバカにされたと感じたら顔を真っ赤にして怒るのだ。今まではそれなりに夫婦としてバランスが取れていたので、そういったプライドがめちゃくちゃ高いところなどの欠点はあまり見えていなかった。だが結婚生活ももうすぐ1年を迎えようとしていたので、やはり時が経つとメッキが剥がれるというか、相手の嫌な部分や本性というものが明らかになっていくのだな。夫は怒りながらも、本当にいいんだなと動揺していて、だがもう一歩も引けなくなったようで、離婚届にサインした。ほらよ、これで本当に離婚だぜ。いいのか。ありがとう。もう私たちは関係を修復できないと思うから。私は破られてはいけないと思い、すぐに離婚届を回収。そして身の安全を守るために一時的に実家へ避難した。その後1週間ほど経ってから、私は自分が雇った弁護士同席の上、夫と財産分与などについて話し合いを始めた。じゃあ財産を半分にするとこれくらいね。はあ、こんなに少ないのかよ。まったく、お前が働いていないから全然ねえんだな。あなたの稼ぎが少ないからでしょ。あ？なんだと？ぶっちゃけあなたの年齢でこの月収は少ないと思ってたし。てめえ、こっちが下手に出りゃ調子に乗りやがって。夫が私をつかみかかりそうになったが、弁護士が止めてくれた。今手を挙げたら通報してすぐに暴行罪や傷害罪として訴えますよ。弁護士の方が毅然とした態度でそう言ってくれたおかげで、夫はおとなしくなった。あと、さっさとあの家から出て行ってね。あ、何言ってるんだ。家は俺のもんだろ。あ、もしかして売って金にした分を二人で分けたいってことか。ダメダメ、俺がそのまま住むんだから。はあ、あなた何言ってるの。あの家は私の名義よ。え？
私の父が結婚祝いに購入してくれたの忘れたの？あ、だから財産分与の対象外で私のものよ。そんな。それであの家は売ったから。え？さっさと出て行ってね、じゃないと通報するから。それは困る。あの家がなくなったら俺はどこに住めばいいんだ？はあ、別に今日この瞬間に出て行けってわけじゃないんだから、すぐに部屋借りればいいじゃない。いや、それは。何かあるの？夫は気まずそうにしながら衝撃の事実を打ち明けた。実は俺数ヶ月前に仕事辞めてて。はあ？なんと夫は会社を辞めていて、それを私に言えずにずっと外で時間を潰して出社しているふりをしていたらしい。なぜ会社を辞めたのかというと、同僚から同期の中で出世していないのお前だけだよなと嫌味を言われ、舌打ちをしたり机の引き出しを蹴ったりしたところを上司に見られてしまったとのこと。そして上司から何子供みたいなことしてるんだと怒られ、周りがクスクス笑ったことが恥ずかしくなり、次の日から出社しなくなったらしい。プライドが高い人だとは思ったが、まさかここまで性格がこじれていたとは。無職だから部屋が借りられないってことね。だから仕事が見つかるまで何とかあの家に住まわせてくれないか。バカじゃないの？話聞いてた？もうあの家は売ったの。全て自業自得なんだから、さっさとバイトでも何でもして部屋を借りるか、あの過保護のお母さんのところに戻りなさい。そんな、助けてくれよ。夫は涙を流しながらすがってきたが、私は気にせずに、もう話は終わりだからと言って弁護士の方と一緒にその場を離れた。その後の元夫についてだが、悲惨な末路をたどったそうだ。元夫はプライドが邪魔してアルバイトをすることができず、義実家に戻ったらしい。だが事の経緯を知った元義母が大激怒。恥ずかしくて近所を歩けないわとぐちぐち文句を言い、それにブチギレた夫は家の壁を蹴り穴を開けてしまったらしい。するとそれに義父が切れて夫を勘当し、元夫の荷物を全部外に投げて追い出したとのこと。元夫はもともと人との関わり合いが苦手で、頼れる友達が一人もいないため、行くあてもなく漫画喫茶でなんとか過ごしていたらしいが、どんどん金がなくなっていって精神的にも追い詰められていったとのこと。このような説明の後、本当に困っているから助けてほしいと元夫から電話で助けを求められたが、私にはもう関係ないからと一言だけ言い電話を切ってやった。そして着信拒否をして、一応元夫に接近禁止令を出した。その後元夫がどうしているのかは知らないが、プライドの高さが邪魔をしてろくな人生を歩んでいないだろう。ま、もう私には関係ないことなのでどうでもいいが。一方、私は実家に戻り、趣味だったアクセサリー作りに本格的に取り掛かった。SNS に上げたり、出店イベントなどに参加しながら少しずつ認知してもらい、まだまだ少ないが受注を受けられるようになってきた。ちなみに私はこの前参加した出店イベントで知り合った革靴職人の人と交際を始め、近々結婚する予定だ。元夫とは違い、新しい彼はとても明るくて気さくで裏表のない人。最初の結婚に失敗したことから、私は人生は我慢せずにやりたいことをやって楽しむべきだと悟った。これからは新しい彼とお互いの夢を尊重しながら素敵な家庭を築いていきたいと思う。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。